テレトビズ。厳しい暑さの中、国交省に訪れたのは、青い体が特徴的なポケットモンスターのシャワーズです。窓の外を覗き込み、まずお相手は赤羽国土交通大臣です。シャワーズ様、赤羽国土大臣は19日、8月1日の水の日を広く知ってもらうため、水の日応援大使としてシャワーズを任命しました。水の日は2014年に水循環についての理解を深める日として定められましたが、その認知度は若い世代では 4% に届きません。ポケットモンスターの中でも水タイプで貯水が特性というシャワーズに、今後さまざまな PR 活動を通じて若者への水の日の浸透に努めてもらいます。